こんにちは。昭和映画を語ろうの時間でございます。昭和40年代男、私、即歌塾の久保がお届けします。今日紹介する映画は、山田洋二監督の、この、えー、家族というね、タイトルの映画です。家族ってタイトルがね、ちっちゃく出てますよね。<laughs> この、山田洋二 DVD マガジンの中から一つ、まあ、中古でね、メルカリで買ってみたんですけども、この家族という物語、大筋は、あと、長崎の、 小さな島に住んでいた家族が一年放棄して北海道で、えー、楽の家族をやろうということでね、楽の事業をやろうということで、何の当てもなく、ほとんど何の当てもなく、日本列島を旅して北海道に向かう、そんなストーリーなんですけども、えー、これがね、時代背景がね、私の生まれる前、1968年から9年ぐらいの日本の舞台をおこうなぞってるんですよ。当然、当時は高度経済成長の まあ、真っただ中でございますよね。真っただ中というよりも、始まったばかりと言ってもいいぐらいかな。ですんで、世の中が目がまぐるしく変わって、交通インフランも整ってきて、みたいなところはありますけども、この作品を見るとね、当時の時代背景がよくわかります。で、滞在する、町街に、私の今住んでる街も出てくるんで、同じ風景があったりね、するんですよね。で、えー、舞台となってるのが、例えばね、日本交換という制定数です。今はもうありません。日本交換が、これから、 埋め立てをしながら出来上がっていくぞーっていうその途中がこの中に入ってるんですよね。でそこにお勤めのこの主人公のお父さんのその弟さんかなお兄さんかなの方のところ頼ってそこに1泊するっていう旅もあります。で、 この移動する一家なんですけども、お父さんがいて、お母さん。お母さんはね、あの、桜さんですね。倍賞みちこさんですね。倍賞ちえこ、ー、さんですかどっちだ <laughs> まあ、で、と、子供が二、えー、人いて、生まれたばかりの子供と、まあ、三歳ぐらいの子供と、四人なんですよね。プラス、お父さんも連れて行って、五人になるんですよ。お父さんは、男は辛いやの、おしょうさんですね。<laughs> 大教授のおしょうさんです。この五人が旅をしていく途中で、 まあ子供たちもね、まあ、いろんな環境に巻き込まれてちょっと体調不良になったりとかするわけなんですけども途中大阪万博があるんですよね大阪万博にお金がないんでちょっとだけ寄るんですよ、まあ、そこでもちょっとしたエピソードがあるんですけどもその後東京に行って東京でこうやっぱりね日本随一の都会ですからそこで未来ってものを知るわけなんですよであとは悲しい現実にも出会うということなんですよねそれからまたさらに旅を続けていき、えー、ついに北海道で、えー どういういうになるかってことですよね基本的に幸せにななる話は全く入ってないんですよどっちかっていうと生きるのが本当にこんなにね命かけだったのかっていう時代のことですねで時代がぐーっと伸びていく高度経済成長の流れでそれに翻弄されて振り落とされそうな家族を涙とともに描いているという作品でございます最終的には北海道にねたどり着いてねそこからいろんなことあったけども何とかやっていかないといけないなっていうふうな ラストシーンになっていますがあの前編通じてね非常に、まあ、胸が痛くなるようなところがたくさんあったりとか懐かしいなと思えるところがあったり基本的に幸せでああよかったと思えるところはほとんど出てきませんそこはこれからこの物語が終わった後にこの家族がどういうふうにねその苦しみや苦労を乗り越えてそれを糧にして幸せを作り上げていくのか私たち視聴者が想像するしかないという出来上がりになっておりますまあ男はつらいような寅さんもねどちらかというと 悲しみがなんかこう前面に映し出されていてねそれが日本映画の独特のわびさびになっているというところがありますけども当時若い山田洋次監督がねこの作品をまだね私が生まれる前ですよだから50年ぐらい前に作ったっていうのはなかなかの先見の明があったというふうに感じてくれるんじゃないかなと思います生意気なこと言うようですけどねはい、えー、なかなかね見れない作品です私の父親もこれを若い頃に見てで 感動したたとといいう,うな思い出を語っっててくれたことがあってそれが頭の隅っこにあったんでこの度見てみたらあなるほどこれを見ながらまさにその時代を生きていたのが私たちの親世代なんだなと思うとねもうちょっとおお父さんお母さんん母に優しくしくてあげたいいなと思うばかりでございます当然ですけども私たちのお父さんお母さんも10代があり20代があり挫折があり理不尽を感じて今やっと70代を過ぎてねあ,あ世の中ってこういうものなのかまさに。 家族のストーリーと同じだということをね噛みしめてるのではないか,かと思いますそれでは本日は以上です